はいどうも、ルルシュでございます。本日の動画は、ちょっとね、皆様をすごくお待たせしてしまったんですけども、質問に答える動画を撮っていきたいと思います。そして何気に今、もう後ろに旦那氏がいるんですけど、なんて呼ぶ？旦那氏でいい？いいよ。いいの？なんて呼んでほしい？みんな旦那氏でいいの？で、そう、質問をね、いただいた質問が結構恋愛系の質問が多かったんですよ。なのでちょっと旦那氏も交えてね、お話ししながらちょっとお返しできたらなと思って、あとはちょっとエクステをつけて2ヶ月ぐらい経って、なんか撮るタイミング見失ってたんですけど、ちょっと今日撮りたいなと思ってて、なんか撮りながらちょっとね、質問答えたいと思いますので、ちょっとこうやってブチブチやってるけど、あんま気にしないでください。はい。撮ってくれるよね。じゃあこっちで手伝ってください。旦那氏緊張してる。緊張しちゃう。あ、で CDX って外す時にちょっとなんかあれだね、分かんない子もいるかもなんだけど、こうさ、シールがこうやってなってんだよ。シール、こう分かる意味、うん、紙があってペッてなってんのよ、うん、これをこの上のところをピュピュピュって剥がして、うん、ここにオイル、何でもいいんだけど、オイルをチチってこの上にそうそう上ってやってやると取れるのよ。でなんか粘着がちょっと髪に残るんだけど、それあんま気にしないで、後でシャンプーとかすれば取れるんで、そんな感じでどんどん取っていきたいと思います。本当にね、遅くなってごめんなさいね。いや本当にタイミングが悪すぎたよね。ちょうどコロナに感染してしまって、ね、体調がマジで悪くて、で今回質問いただいた質問が結構ね、少なかったんですよ。まあこれはちょっと私に対する興味がね、みんな興味がなくなってるっていうちょっと悲しさもあるんだけども、その代わりみんなの質問に漏れなく答えていきたいと思います。なのでそれは嬉いいことなのかな。一個一個の質問に対してちょっと丁寧に答えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあまずは、とりあえずさん。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。最近ハマっている YouTube やアニメがあれば教えてください。エクステいい感じです。とのことです。ありがとうございます。今撮ってるけどね。絶賛撮ってるけど。はい。最近ハマってる YouTube やYouTube。YouTube に関しては多分旦那氏の方が詳しいんだよな。私あんま意外と YouTube 見ない。見てるけど、なんだろうな。あるなんか。俺旦那氏がハマってる YouTuber ある。私も撮った。うん、俺はなんかあったらちょっと緊張してるから。おいきなり俺に振るのやめてよ。なんでいきなり俺なの。ちょっといじめてみようかな。一番最初のさ質問、ちょっといじめてみようかなと思ってさ。なんで一番最初のさ質問回答者が俺なの。じゃあ私は YouTube に関しては、うん、何見てるかな。ゲームは見てる？私ゲーム実況最近あんま見てないんだけど、でもほら、うん、あの人誰だっけ、叩く人、澤さんで、私びっくりしたんだよねあれ、うん、誰バーンってやると、ね、澤やんね、めっちゃびっくりしちゃうんだけど、あの人の実況すごい面白いなって思うよ。旦那氏も一緒にね見てるよね。旦那氏が見てんのを私が横目で見てるのが結構あるかな。あと私はやっぱりこうメイクとかね、そういうのを結構研究しがちなので、なんかそっち系のチャンネルは見たりするんですけど、うん、誰かを特定で押して見てるっていうのはあんまり意外となくて、あとはハマってるアニメのが言えるよね。アニメ言えるね。私はもうとりあえず今でしょ、今現在ハマってるのだったらもうメイドインアビスだよね。もうあれは面白いね。メイドインアビス最高だよねあれね。うん、ちょっと描写がね、うん、ありそうでなかったアニメじゃないあれ、なんか、うん、容赦ないよね。えぐ描写が、もしね見たことなかったら、とりあえずさんぜひ見てほしい。あとちょっとえぐい描写が多いので、そういうのが苦手な方だったらちょっとやめた方がいいと思うんだけど、うん、そういうちょっとえぐ描写全然 OK って方だったらマジでおすすめします、はい、あとはあれだね、異世界おじさん面白いね。面白いね、うん、逆にあれめっちゃ面白い。さっき見たじゃん1話。見た最新話かな。うん、ハリネズミの回めっちゃ面白い。面白かったそう、なんか異世界ものって大体キラキラじゃない。キラキラなんだけど、伊勢川さんに関してはもう全然キラキラじゃなくて、むしろね、なんか、陰キャの学生時代みたいな。そうそうそういやマジで不当な扱いをねずっと受けてね、そうマジ私の学生時代みたいな感じになってて、マジ共感の嵐すぎて、そうね面白いよね。カースト最下位の人たちがめっちゃ気持ちわかるよね。意外とモテてるんだよね。そうそうそう、それがまたいいよね。そうそう、ハリネズミの回マジ面白かったわ。なんか変なふうになっちゃった、ごめんね。何変なふうって何変なふうって何変なふうって何したの？大丈夫大丈夫。私の髪何した？大丈夫大丈夫。なんか私昔はなんか本当にアニメ、今期のやつとか全部一から見あさってたの。上から下まで。あ、俺もやってた。全部やってたでしょやってたでしょ。俺はあ行あいうえおでやってた。わかる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 。それ上からでしょ、上から見あさってて、なんかオープニングと第1話見て面白そうだなってものだけ残して。そうそうそうやってた。ってたんだけど、最近それできてないわ全然ね。できてないよね。できてないね。なんかもう日々の生活に追われてて、まあなんか良くないよねまあでもね、生きていくってそういうことだよね。変わるよね生活リズム。はい、はい、鳥谷さんありがとうございます。質問、次がバサラさんですね。新婚生活を妄想中のルルシさんって、妄想じゃないよ、現実これ大丈夫大丈夫、現実だよ、物体としてここにいるから、旦那氏が。はい、でこんにちは、バサラです。妄想中の田村さんとの出会いや馴れ初めを聞きたいです。この質問もそうだけど早もっちだから、ワインを拾ってね。はい、このご質問すごく多くて、旦那氏との馴れ初め、そうすっごい多かったのよ。一緒に答えてくれる？なんで無視すんの？あ、俺？そう一緒に答えてほしいなっていう馴れ初め、うん、いいよ。めちゃめちゃ多かったの。いい話。これからもどんどんそう馴れ初めが多くて。気になるんだね。気になるよねやっぱね。年がね遠い、そう離れてる、まあ3つなんですけど、3つ下なんですよ旦那氏が。そうだね。でまずさ、まあ、言えるのはその職場とか普段生活の中での出会いって私ほぼゼロなのね。もう家と職場の往復ぐらいしかしない人間なんで、もう人間関係交友関係マジでどん狭なので。うん、そうなってくると出会いを求めるってなったら、もう言ったら本当にマッチングアプリ、そうそう、結果言うとマッチングアプリですそうです出会いのきっかけは本当にもっとたどったらマッチングアプリです。はい、いろいろなご意見あると思うんですけども、まあねほらあるじゃん、なんか怖いイメージとかあるよね、あるよね、いまだにね出会い系。そうでも実際使い方によっては本当に危ないし恐ろしいものだと私は思ってるんですけど、まあ、そこはね使い方次第だよね。そうだね。本当に自分で本当に注意して、やばそうな人を排除して、それで出会ったのが旦那氏ですねそうまあなんか本当にあれだよね、細かいとこまで話すか。話す。最初はだから、まあ私がプロフィール写真どんなの載せてたか気になるでしょ。でも載せればいいかこれは。まあでももうアカウント消してるけど。いいんじゃない？なんかちょっとショートヘアであんまり顔面がそこまではっきり分かんないような写真、全体像を載せてました。でそれでその写真とあとプロフィールはちゃんと書いて、結構ちゃんと書いた気がする。なんかしっかり書いた。でそれに旦那氏が「いいね」してくれて、私もともと年下の方は全て排除してたんですよ年下は私は合わないなって勝手に決めつけて、あるあるだよね、そう排除してたんですけど、なんか旦那氏の写真プラスプロフィール見た時に「あなんかこの子なんかいいな」みたいな、なんか良さそうだなって直感的感覚なのよ本当に。なんか良さそうだなと思って「いいね」返して、そこからメッセージやり取りね始まって、まあ結構メッセージのやり取り長かったよね。してなかった。長かったよね。しっかりと。会うまでどれぐらいだっけ？どれぐらいだろう。2週間、1ヶ月かかんないぐらい。そう、まあ長。付き合うまでが2ヶ月だったからね。そう、付き合うまでの年月に日数2ヶ月ぐらい。多分だから1週間か2週間ぐらい、そう意外とこうメッセージだけのやり取りをみっちりやってやったね。でLINE の交換までも結構あったよね。結構時間、そう速攻で交換してないの LINE は。しばらくそのマッチングアプリのメッセージを使ってしっかりやり取りして。一番時間かかったマッチングアプリでこうLINE の連絡先をもらうまでね。私本当にウォールマリアなんでマジで、うん、うん、そう、ウォールマリアをね引っぺがすのが大変だったから。そう、なんか別にね変にガード張ってるわけじゃなくて、距離感つかめない人私苦手なんですよ。いきなり一発目で LINE 交換、まあそれが普通なのかもしれないんですけど、その詰め方が私めちゃめちゃ苦手で、うん、いきなりパーソナルスペースに突っ込んでくる人は本当にきつくて、だからそのペースをちゃんと合わせてくれる人なんだなってすごい思った最初。ちょっとね、合わせてたでしょ私。合わせてたし、やっぱこうまあ様子をさこう見てかないとこういきなりこうブツッと切られちゃったらさ、ありえるじゃん。だってもだってさこの人は合わなそうだなとか、もうちょっと違うなって思ったら連絡返さないじゃん。そうってやっぱならないようにちゃんとあれした。やっぱりいろいろ考えて動くよね。で実際に会いましょうっていう風になって、そこから3回目のデートかな、3回目のデートで告白旦那氏からしていただいて、その時私はちょっと最初断ったんですよ。断った。そうなんだよ。保留すぐに OK しなくて、っていうのもやっぱり怖いっていうのがあって、前回の恋愛のあれが結構トラウマがやばくて、やっぱり怖い恐怖心がすごくて、でやっぱ年齢も私も年齢なんで次の恋愛にかけてる時間ってめっちゃ大事なんですよ。だからもうちょっとこの人を見たいなっていうのでちょっと保留、もうちょっとデートとか重ねてあなたのこと知りたいですよって感じの期間にしてもらったんですよ。その後は悲しかったよ。一緒にご飯食べてたけど。そうだよね。そんな感じで告白まではね。はい、いただいて、でちょっと一回保留でね。そう。でそっから何回かデートして、なんかめっちゃこの子めっちゃ頑張ってくれて、その年下の子に対する私のイメージがもうただ年上の女性に甘えて楽したいっていうこと考えてんだろうなっていう、ごめんねほんと偏見なんだけど、そういう印象が強かったのよ。意外となんかめちゃめちゃ頑張ってくれてて、そうむしろ年上の人より頑張ってくれた今までのそうそれがめちゃめちゃ私は感動して、あれだよね、付き合うことになったよね。まあ細かい話は置いといて、そうだね付き合うことになったよね。そうこれが私たちの馴れ初めです。だからなんか一般の普通のね常識人というか、ほらわかる、普通を求める方からしたらなんかそのマッチングアプリで出会って結婚ありえないみたいな方もいると思います多分ね、でも実際してる人もいるよっていうね。そういうでも私マッチングアプリの出会いは全然悪とは思わない。ぶっちゃけ使い方をちゃんと気をつければね。だってさ同じ趣味の人でさ感覚も似てたりとか、そういうの意外と探せるじゃんマッチングアプリって。そうだからその手っ取り早いって言ったらあれだけど、なんかいいよね。私とか結構ほら年齢も年齢だから時間を大事にしたい系の人とかはいいと思う。すごくね効率的にお相手を探すことができるのでいいと思います。やっぱ出会いの場もね広がる。じゃ次行こう。でなるとめ分かったよね。そうマッチングアプリです。マッチングアプリでね。出会いましたよということだね。で石黒さん、お誕生日おめでとうだけ送ってくれてる。ありがとうございます。ありがとう。爆裂本さんどうも、バクさんどうも。ルルさん、お誕生日おめでとうございます。旦那関係の質問が多いかもしれないけど、お互いの共通点いっぱいあるんじゃない？共通点は陰キャ。俺も同じこと思ってた。まず属性一緒。属性一緒って結構大事かも、結婚する上で。やっぱりいろんなね意見あると思うけど、私はやっぱり付き合うんだったら刺激があるのは自分と真反対の人。そうだね。陽キャがいいと思うんだけど、やっぱり結婚ってなると一生一緒にいるわけだから同じ属性の人が居心地いいと思う。だからそこは陰キャだよね。そうだね。陰キャ属性。そこはすごく似てるね。あとは友達少ない。これね。あったね。本当にアニメなかった。友達が少ないのは私あんまいなかったもん今まで。大体友達多い人が多くて。だからさ、そういうね、いわゆる陽キャな感じの陽キャね、男性の。だから要はさ、優先順位が必然的に違うんだよね、お互い。そう。私とか友達が少ない人は優先順位が恋人なのよ。一番が、何があっても、なんだけど相手はやっぱり友達とかが入ってくるんですよ。そこのズレがだんだん居心地悪くなってくるよね。優先し、私は優先するけど相手は優先してくれないで、そこを別に合わせる必要ないじゃない実際。でもやっぱり感覚が違うから、そこでちょっとなんかうんって思っちゃうし、そうだからそこ一緒だよね。一緒だね、優先順位。だから友達が本当にいないわけじゃないんですよ。本当にこの指に入るぐらいの人数、私3人ぐらいかな、3人ぐらいはいるんだけど、別にその遊んだりとかほぼしないし。ここ結婚で大事なので、食の好みとかあるよね。ああ、それは大事、普通に大事。あとはされて嫌なことが一緒。そうだね、わかる。相手にされた時に嫌だなって感じるものが一緒だといいかも。だってそれ違ったらさ、それされた時にさ、うち相手にこれが嫌なんだって言っても理解されないんだよね。理解してくれる人もいるかもだけど、やっぱそこの感覚が同じな方がよりいいよね。分かり合える、分かり合えるね、うん、例えばだけどさ、ちっちゃいことだけど、飲み会とかで夜遅くになる時に連絡1本欲しいとかさ、そういうのもさ、なんか別に飲み会楽しんでんだから、もう行ってるって分かってんだからいいじゃんみたいなそういうやつもいるじゃん、やっぱり。いるな、そういう人もいるよね。いるじゃん、仕事なんだからみたいな。それまあ価値観のってよく言うやつだよね、よくさ、価値観違った方がいいみたいな言わない？言う。違うよ、タイプの人と付き合った方がみたいなね。全くそれが違うよね。カオスじゃない？カオスにならない？カオスな状況だよね。なるね。もうなんか置いてきぼりみたいな、何も分かってくれないみたいな、ピエンってなるよね、ピーってなる、やんじゃうよね、片方が。そう、片方が絶対やむ。そう、片方はへっちゃらなんだけど、片方がやむっていう状況です。次の質問いこうか。はい、これ同じような質問なんだけど一応読ませてもらうね。 KUUUH ドットの人、これなんていうのか、クーンさん、誕生日おめでとう、ありがとうございます。今の私のインナーと同じだ。あ、女の人かな。ロングじゃないけど、やっぱり旦那さんとの馴れ初め、やっぱこの方も馴れ初め気になってるみたいで、先ほどお話ししたんですけど、そのありがとうございます。インナー可愛いよね。私もこのエクセ取った紙にインナーやりたいなとか思ってる。次はね、息抜きチャンネルさん。もうね、体験人数何人ですかとかさ。俺の前でそれ面白すぎ？なんかなんていうの、私の体験人数聞いて何が楽しいっていう。俺もでもちょっと地味に気になるところではある。あ、言ってなかったっけ？言ってなかった。なんか私もね、勝手なあれだけど、女の人って実際の体型人数より少なく言ってるでもそれは優しい嘘だよね。そう、優しい嘘。この嘘はすごくいい嘘だと思いますよ。そういう嘘はどんどんついていこう女子。ね、男性に夢を見させてあげましょうやっぱり多分それでなんか自分で大丈夫かなみたいなのを判断してるかもしれないよね。だよね。そうそうそう。やっぱり私はね、3人ぐらいかな。やったなお前。僕はまつげさん。そう。どういうことだね。センスいいね。どういうことだね。俺もそういうセンス欲しいわ。僕はまつげさん。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。久しぶりに見たら結婚されたみたいで、嬉しさ半分悲しさ半分。なんだやっぱり男性の人がしたのかって、そういう感じなのかな。まあでも幸せになってください。結婚おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。ルルシみたいな姉子系の服が好きなんですが、ルルシみたいな姉子系の服装が好きなんですが、彼女にプレゼントする、ならどんこで買ったらいいですか？リエンダ以外でお願いします。で、G くらいあるのでって、これさ、ゴキブリの G じゃないよね。それなんだろう。G くらいあるっていうのは、多分オッペイの話だよね。オッペイの話だとなかなか可愛い服は着れないみたいです。多分そういうこと。ああ、そういうことだ。胸が大きくても入る服。それ私に引く？本気？やばいよ。本気かな？この後もうすごい荒れるぞ。荒れるぞ。カメラ切った後荒れるぞ。本気ですか？知らんですでも海外っぽいブランド、うん、例えばだけどザラとか、まあ大きいサイズ多い、よく行くね。しかも変わったデザインが多いから、うん、被らないね。被らないし回転早いから被んないのよ、なんかデザイン意外とね。GU とか行っちゃうとマジで同じ服着てる人大量発生みたいな、あれ GU だってすぐ分かっちゃうのよ。まあ別にいいんだけど分かっても、うん、あと シンはシンも可愛いね、結構着てるよね私。シンそうシン、ちなみに今日のこのこれも、これはザラ、そうザラ結構好きだ。その海外っぽいブランドさんは結構大きいデザイン多いから、うん、もしかしたら可愛い服あれかもしれません。はいありがとうございます。ぜひ買ってみてください。はい次がゆらゆらさん、ロング懐かしいですね。そう昔ずっとロングだったからね、うん、結婚されて今は専業主婦ですか？もし仕事されてるならどんな仕事されてますか？うん、今後時間があれば朝と夜のルーティンを見てみたいです。ありがとうございます。仕事はいしてます。専業主婦ではまだなくて、うん、お仕事してて今は事務職、普通にまあ世でいう OL みたいな事務職、はいやってます。で社員でフルタイムって感じでやってる感じかな、うん、そうまあ今後子供とかねできたら今後変わっていくと思うんですよね。その人によってやっぱ違うじゃない、そのつわりとか体調のね、うん、働ける人もいればもう働けないレベルで体調悪くなっちゃう人もいると思うんで、まあ、そこは見極めで考えていこうかなとは思ってますね。うん、うんまあ今ね家事とか分担でやってるしね。そうまあ2人とも働いてるってのもあるし協力ねして生活ねしてるよね。うまい具合にね。そこの価値観も一緒だよね。そう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 。そこも結構大事。一人暮らし今までしてたじゃん。してた。旦那氏 DC 旦那氏、うん、だから家事の大変さ分かるのよ。ね分かるよね。そうだから。当たり前じゃないからね、そのお洗濯物がされてるのも当たり前じゃないし洗い場が綺麗なのは当たり前じゃないし、洗面台が綺麗なのは当たり前じゃない、トイレが綺麗なのも当たり前じゃない、誰かがやってくれてるってのは分かってるから結構分担してそう別に綺麗に分担、例えば洗濯は誰が担当とかやってないんだよ。ただその空いてる人がやるって感じだよね、うん、結構私は帰ってくるのが比較的早いので結構家事はできてる感じかな。ありがとうございます。そうそうで本当に何だろうな、気づいたところをちゃんとやってくれるから、細かいとこね細かいところやってくれるから、はいありがとう。あとね田中さんが「お誕生日おめでとう」とコメントだけありがとうございます。次が山田太郎さん「ルルシーお誕生日おめでとうございます」「ルルシー最高」ありがとう。最高って嬉しいね。ルルシーの好きな男性の部分お来ました。その部分っていうのはさ、なんかそのハラミとかロースとかそういう感じの部分、そういう部位の話だよね。部位の話だよね。部位の話だよこれは。私あいいよいいよ。私はね、うん、やっぱりその女性にない部分、男性もそうだと思うんだけど、うん、女性にない男性にしかない部分が好きだよ。とはとはとはだから例えばだけど。うん、まあ女性はこうなんてちっちゃいじゃん、華奢というかさ、だからその胸板とか男性の、うん、要はここだよね、うん、ここですよね、うん、ここがいい、ここみんなここ鍛えましょう。そういやここは好きよみんな女子多分。お腹割れてる人、お腹私意外とそんなに別にあんまりなんかどっちでもいいかな。そうまあ割れててかっこいいよ、普通にかっこいいと思うんだけど、うん、でも胸の方が胸板ある人好きね。あとはさここにさ血管が出てる人が好きっていう人もいるよね。多いでも私興味ないんだよねそれ。あないの。それなんでかっていうと私自分がめっちゃ血管出てんのよ。手出てるね。なんていうのわかる、この男性っぽい手、これめっちゃ血管出てるのよ。これを見てるからずっと、うん血管に何のあれもないんだよね。やっぱり自分になくて相手にある方がいいんだね。そうこの血管バリバリの手をずっと見てきてるから、うん、別にさだってなくない血管。ないよ俺は。はいねそう。だから全然興味がなくて血管には。あとは腕？うん。ここら辺？ここら辺二の腕とか好き。好き？好き。あ、でもあと私あるわ、首筋が好き。首筋、首筋、結構見てるよ、ここのこの首の。知らなかった。何がいいの？なんか後ろから見た時になんかすごくいい。だって男性も女性の首筋好きでしょ。あ、好きだね。うなじ、うなじね。その感覚と一緒かもしれない。なんかエロさを感じる。エロじゃないな。セクシャラス。違う。だよ、知らないよその言葉。匂い嗅ぎたくなるよね。ああ、うん。それでも男性と似てるね。うん。そう、匂い大事だな私の中で。あ、俺もすごいね。匂いはね。匂い大事。結構好き嫌い出る。あるよね。あるあるある。大衆でしょ。その人がまとってる匂い、まあ体臭なんだろうけど、香水とかじゃないんだよね。香水とかじゃない、体臭だよね。体臭。そうだから私が男性の好きなのはそんな感じかな。次があいねさん、ありがとうございます。レイさんお誕生日おめでとうございます。 X って可愛いです。とっても似合ってます。もうめっちゃこの方ね、なんかめっちゃハートつけてくれた女性の方で、めっちゃ可愛いコメントいつもしてくれるんですけど、いい子だね。そう、ありがとうございます。エクステの動画も楽しみです。あ、これありがとうございます。質問は旦那さんとの出会いがどんな感じが、やっぱ気になる。うん、どんな感じか、どんな感じの人とか聞きたいです。どんな、じゃあ感じの人のところをね、どんな感じの人、はい、答えてみようか。まあこんな感じなんですけどこんな感じでもなんとなくみんなも分かると思うけど、まあなんていうのかな、どんな感じ、どんな感じ。じゃあ見た目は？見た目？私なんか自慢してるみたいになっちゃうかもなんだけど、今まで付き合った人の中で一番イケメンだとは思ってる。のろけだな。照れるね。本当。なんか今髪型が違うからあれなんだけど、最初は結構ロン毛というか長めの髪でこうかき上げてセンター分けみたいな感じだったの。そうで結構ストレートな感じセットしてて、松田翔太、ああそう、松田翔太っぽい、ちょっと彫りの深い濃い顔、濃いよね。濃いソースと醤油足して2で割ったみたいな顔してる。全然塩顔じゃない、もう本当に濃い顔、ね、私はどっちかというと濃い顔が好きなんで、うん、そこもタイプですよね普通に。じゃあ内面的なところは、内面的、むずいね一言で表すの。そうだね。だってさ、優しいとか当たり前の話じゃん。うん、分かる？そんなこと言ったとってたじゃん。なんかいい意味で女性の気持ちとか感覚を理解してくれるよね、うんうん、思わん自分でも。ちょっとねそういう感覚あるね俺。女性的なところがちょっとあるのよ。だから恋愛バラエティとかも好きだし、すごい好きバチェラーとかね。そう私よりむしろハマってなんか絶叫しながら見てるみたいな感じで、ちょっと女性的な考えを理解できる部分があるから、すごくなんか嬉しいよね。あ、これ分かってくれるんだっていう。普通にさその辺買い物とかしててもこうウィンドウショップ好きじゃん。なんか長時間見るのとか全然平気じゃん。なんか一緒に、そうだね、そう買い物とかね、そうなんかフランフランとか可愛いもの見るのも好きじゃんそうだからその辺の感覚は分かってくれるっていうのはなかなかないなと思う。ありがとうございます。うん、なんだろうな、内面的。動物で例えると犬じゃね？犬だよねマジで。世でいう犬系男子だよね。もう尻尾フリフリもうしてるよね、もう常に。そういう、でもそういう男性の方が女性は結婚したら幸せになれると思います。私はやっぱ猫系男子モテるじゃないですか、ツンツンした感じね。なんか猫系と見せかけて本当は犬ならいいんだけど、がっつり猫系男子は結構女性は沼ってちょっとなんかちょっとメンヘラになっていくような気がするんで、こう犬系男子のね方をぜひ見つけてほしいなって思う。そんな感じが、そう、旦那氏はそんな感じの人です。はい。誠さん、こんばんは、ルルシー。どうも誠さん、レイさんお誕生日おめでとう、ありがとうございます。結婚してから自分の変わったなって思うところ、はい、変わったなと思うところか。いやマジで生活リズムは変わったすごく、うん、だってさ、私って基本的に仕事帰ってきて、まずご飯食べるじゃん。そうだね。その後まあゲームやら動画やらやってぐだぐだして12時ぐらいにお風呂入って寝るのが 2,3 時がデフォルトだったの今まで。だけど結婚してからは、まあ、基本的にもう10時から11時には寝るじゃん。寝てるだよね。俺に合わせてね。そう、お風呂とかだってさ、8時とかだよ。ここで入るよね。そこだ。生活リズムめちゃ変わりました。本当に。そうだね。私は。でも全然いいけどね。なんか健康的でいいと思います。うん。はい。あと変わったとこなんだろうな。あとあれだよ。お金の使い方変わった。おお。リアルだけど。それね。うん。一人目の時はもう。結構私浪費家さんです。やっぱ好きな洋服とかコスメとか新作出るたびに買ったりとか、もう結構自分の好きなようにお金使ってたんですけど、こうね、旦那氏と付き合い始めて、こうやっぱり旦那氏とお金使いたいっていう、旦那氏と2人のために、将来のために2人のためにっていう、そこにお金使いたいから、やっぱり優先順位、その新作のコスメとか服とか。そういうものの優先順位がだいぶ下がりましたね。こうそれぐらいかなとしても。ね、そこの独身と変わるよ。家族になると全然違うよね。やっぱりそういうところ変わってくるよね。むしろ変わんなきゃダメだよ。うん。そうだね。独身のままじゃね。あと私料理そこまで好きじゃなかったんですけど、やっぱね、旦那氏がなんかめちゃめちゃ美味しそうに食べてくれる系男子。もうめっちゃ美味しそうにこういっぱい食べるから、なんか作ってて作りがいがある、だから料理好きになりましたね、そこは。まあ、そんな大層な料理は作れないけど、なんかもういつも美味しい言ってさ、なんか毎日一番美味しいっていう今日の料理一番美味しいって毎日言うから、もう何この子って感じになるよね、本当に。それは本当に旦那氏のおかげで料理好きにはなりましたね。やっぱ食べてくれる人がいるとね、でかい作る。それはわかる。美味しいって。俺もさ、たまにさ、作る時あるじゃない。やっぱり嬉しいでしょ。嬉しいね、美味しく食べてもらえてるで、やっぱりさ、作った自分って結構お腹いっぱいになるのない？ある。作ったらもうね、お腹いっぱいなんだよね。あるある。だから世の奥さん方がさ、こう子供とか旦那さんとかにご飯出した後、自分はなんかその辺の残り物そうそうそうで終わるっていう、それがめっちゃわかる。配った後の最後の残りを全部残骸を自分がワンプレートに入れてボンって入れて食べるっていう。はい、そんな感じですね、変わったこと。次の質問がちょっと変わってて、ゆきりんさんなんだけど、男性の方だと思うんだよね。ルルシェ質問。うちの好きな女性がガールズバーで働き始めて、その子が2ヶ月経って会った時には性格が変わってしまってそれでも諦めきれない。もともと誰に対しても割り切ってしまう子なんですが、やはり諦めるべきですよね。ルルシェ一言ずっと美人で言ってください。ありがとう。頑張ります。頑張ろうはい、まずは好きな女性がガールズバーで働き始めちゃったと。で、2ヶ月経って会った時に性格がめっちゃ変わってた、変わってたっていうのが多分悪い方ってことだよね。諦めきれないって言ってるから、そうだね、悪い方にちょっと変わっちゃってた。いやー、性格が変わっちゃったのを目の当たりにして諦めるべきかっていうことだよね。田中さん割り切っちゃうみたいな。そういや、一回そんなに思い詰めているなら、思いのあれを全部伝えた方がいいかもしれない。伝え方をちゃんと考えてね。まだ砕けてないからさ、ね、当たって砕けてないから、そのまんまだとどんどんずるずるなんか悩まない、そうだ。本当に好きならいいと思うよ、自分の気持ちを伝えた方が。だからまあ諦める前にちょっと動いてみましょう。ちょっとね、チャレンジね、チャレンジ。そうまあ、それでもしダメでも成長というものがね、得点としてついてきますのでね、是非チャレンジしてみてくださいそう思わんだって。思うよ。成長しない？やった方が。やっぱり失敗した方がいいよ。失敗するか分かんないけど、そう失敗の経験は大事。ルルさんに対してさ、チャレンジしてったわけよね。そうね。だって年上女性が初めてだもんね。俺年上女性初めてだし、やっぱりこういうマッチングアプリとかで出会って付き合うのも初めてだったから、やっぱ初めてばっかしでこうね戸惑うこともあったけど、チャレンジ精神大事ね。大事よね。当たってどうなるかって話だよね。そう、そこからまた考えましょうっていう感じかな。でもよく考えてね、行動はしてね。そう、ただ当たってくだけだと意味ない。ただ当たって、それはやっぱりダメだから、ちゃんとその子のため、その子がどんな子かって多分ね、誰さんでしたっけ？ガールズバーで働いてる子？違う違う、そのコメントしたゆきりんさんしか知らないわけだから。そうだからね、その子がどんな子かって考えた上でね、やっぱりどういう行動をした方がいいかって決めてみた方がいいね。はい、そんな感じかな。ありがとうございます、いつも見てくれて。あと最後の質問がね、ザウス12号さんという質問がようわからん、よくようわからんとか言って「幽遊白書の実写化は反対ですか賛成ですか？」これ最後ちょうど取れたし、あ、全部取れた、すごい。賛成反対、別にどっちでもいいよ、やってまえ。まあ大体言えるのはアニメの実写は難しいよっていう、そこだけですね。そうだね、やっぱそこだけだね。アニメの実写で私が感動したのは「ルロケン」とか。カイジは？カイジもいいね、普通に面白い。あれ普通に面白い。デスノート。あ、デスノート最高でした。藤原竜也さんのやつやばいね。もうね、もうエルも最高だし。そうだね。そのまんまでした。そうだからまあ幽遊白書どうなんだろう、ジャンル的にあれってさ、だって結構アクションじゃない？そう。ちょっとアクション系はね、もう最近で言うとハガレンとかさ。あ、そうだね。ハガレンちょっときわいいとこなんだよな、私は。大好きだからハガレンさ、余計に。そんな感じです。ありがとうございます。質問をいただいてありがとうございます。取れたね。どうよ、これ。これどうなの？いや。どうなんだろう、これ美容院行った方がいいのかな。あ、そういうこと。そう、わかんない、なんかいや、これはこれでなんかこう無造作な感じが、無造作部屋感があっていうか、年上な感じね、お姉さん年上お姉さん的な感じで、これはこれだね。ちょっとこう毛先整えたいならまあ、そうねかな。はい、ありがとうね、手伝ってくれてありがとうございました。はい、ということで本日は、ちょっとエクステを取りながら、コメントの方を返させていただきました。ありがとうございました。はい、ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいでございます。チャンネル登録とグッドボタンもお待ちしておりますので、よろしければお待ちいただいてお待ちください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ、じゃね。